今回、インテルフォートラン、説明します。まあ、インテルフォートランのダウンロードで非商用のものがあります。で、他の人たちがこうやって検索するといろんな人が書いてるので、それ参考にしてもらえばいいです。で、まあ、基本的には、ノンコマーシャルの方の、こちらのフリーソフトウェアツールズっていうのを入れてもらって、で、学生さんはこっちで、教育者はこっち選んでもらえばいいです。で、学生さんの方を選んでもらったら、学生さんの場合は、このインテルパラレルスタジオっていうの、こちらの方の Linux ですね。こちらのやつ。あ、しまった。こちらのやつを選択してください。で、選択して、全部、ちゃんとチェックを入れて、アクセプトで受け入れて、こちらを入力。そしたら、サブミットです。で、教育者の場合は、こちらですね。エデュケーターのオファーの方の、こちらの方。で、こちらの方を選んでもらって、インテルフォートラン。インテルの、クラスターエディションのやつもらって、Linux です。で、こちらの方選択してもらって、こちらにチェックを入れて、で、ここに入力して、サブミットのボタンを押してもらうということですね。で、それが終わると、メールが来ますんで、メールも案内したかったください。そしたら、こんなような、ものが来ると思います。で、この下にシリアル番号とダウンロードのボタンが出てきます。ダウンロードのボタンをポチッと押すと、このダウンロード画面でできますんで、で、これでこのままダウンロードしてください。で、古いバージョンが欲しいときには、ここのアディショナルダウンロードっていう形ありますんで、こちらの方選んでもらって、使いやすいやつ選んでもらえばいいです。私は多分、こういうのが一番いいんじゃないかなと思ったりもしますけどね、古いやつの方がね、インストールしやすいんで、まあいいんですけど、まあ最新の人が欲しいって人には最新ので、でダウンロードしてもらえばいいです。で、まあ、それが、ダウンロードすると、おそらくは、まあ、ダウンロードのところに、こうやって、出てきます。なので、これで、回答していくということですね。まあ、ちょっと、いろいろと手続き大変なんで、今回はこれで終わります。